今日は私はどこどこに行きますという文章を勉強します。まずその前にいくつかの新しい単語を見ていきましょう。 ir、 banco、 escola、 mercado、 hoje、 amanhã。 動詞の ir ですが、ポルトガル語では主語によって動詞が活用します。まずは動詞が私 eu の場合の文章を見ていきます。 eu vou、 この vou が動詞 ir の一人称単数の活用になります。最後の括弧の部分に行き先の場所の名詞を入れます。この名詞が男性名詞か女性名詞かによってその前につける前置詞何々にの部分ですね、これが青もしくはあ、使い分けなければいけません。男性名詞の前につく前置詞は何々にを表すあと定冠詞のおがくっついて青、名詞が女性名詞の場合は何々にのあと女性系定冠詞あ、これが一緒になってアクセント記号がついたあになります。発音は全部あで同じです。例文を一つ見てみましょう。 Eu vou ao shoppingショッピングっていうのはショッピングセンターのことです。英語から来てますが、これは一応男性名詞になるのでアオショッピング。また話し言葉ではアの代わりにパラの方がよく使われます。 Eu vou para o shopping と言ってもいいし Eu vou pro shopping、 こういう言い方もします。それでは他の3つの単語、学校、銀行、スーパー、これらを使って同じ文章を作ってみましょう。 Eu vou à escolaEu vou à escola. Eu vou ao banco. Eu vou ao banco. Eu vou ao mercado. Eu vou ao mercado.名詞の前の前置詞が青なのかあなのかで、その名詞が男性系なのか女性系なのかが分かると思います。学校は女性系なのでアイスコーラ、銀行スーパーは男性系の名詞なので青バンコ、それから青メッカード。今度は主語を三人称単数に変えてみます。三人称単数っていうのは você ele era、 動詞 ir の活用が vai になります。それに今日 hoje、それから明日アマニャン、これらの単語をくっつけて今日彼は銀行に行きます。それから疑問文も作ってみましょう。あなたは明日学校に行きますか。この2つの文章をブルーノに話してもらいます。 Ele vai ao banco hoje. Ele vai ao banco hoje. Você vai à escola amanhã? Você vai à escola amanhã?では最後に動詞 ir の活用の確認をしましょう。一人称単数複数、それから三人称単数複数。Vou、vamos、vai、vão。あなたにあたる você は三人称扱いになります。参考書などでは二人称の活用もあると思うんですが、ブラジルでは一部の地域を除いてはほとんど使われません。ですのでどの動詞についてもこの4つの活用を覚えられれば十分だと思います。それでも4つ覚えないといけないってなると大変ですよね。そこで一つ便利な単語を紹介します。私たちを表す nos ですが、口語ではこれの代わりに a gente、 これもよく使われるんです。私たちっていうと一人称複数になりますが、アジェンチを使うとこれは三人称単数扱いになるので、つまりヴォセ・エリ・エラと同じ活用が使えるわけです。なので4つの活用を覚える代わりに3つの活用だけで一通りの主語、私、私たち、あなた、彼、彼女、それからあなたたち、彼ら、彼女ら、これら全ての活用をクリアすることができます。Nós vamos. A gente vai.